皆さんこんにちは、さちです。はい、というわけで、嬉しいお知らせ、もうね SNS の方でね知ってる人も多いかと思うんですけれども、2024年オフ会が決定しました。イエイエイ。はい、というわけでですね、10月の5日東京の電光石火渋谷センター街店さんで19時からオフ会をしようと思います。いやー楽しみですね。もう1年半くらい前になるんでしょうかね、前回のオフ会から。前回はね結構急に思いついて急にやるみたいな感じだったので、なかなか準備もできませんでしたけれども、もっと早く知ってたら行けたのにっていうお声も結構ありましたので、今回はねちょっと前もって決めさせていただきました。内容としては本当にざっくばらにみんなで一緒にご飯食べたりとか、まあ飲みながらお話ができたらいいなっていうふうに思ってます。時間としては、まあ、2時間を予定してます。で、参加してくださった皆様にささやかではありますけれども、まあ、そんなすごいものじゃないんですけど、私からのちょっとしたプレゼントがあったりとか、みんなでね抽選会をして、幸の福袋的なねものをお渡しするような、なんかそんな会にしたいなと思ってます。で、お申し込みについてはこちらのアドレスまで、お名前と参加される人数の方を書いていただければと思います。一応食べ物とか飲み放題もついているので、未就学のお子様はね無料とさせていただきます。いやーもう本当に楽しみですね。なんかもうなかなかねやっぱり生配信で皆さんとこうコメントのやり取りとかしてはいるんですけど、こう直接ねお会いできる機会ってそうなかなかないので、広島をはじめ中国地方にねお住まいの方は結構イベントなんか足を運んでくれたりとかしてお会いする機会多いんですけど、やっぱりねなかなか関東の方で皆さんにお会いできる機会ってそうないのでね、めっちゃ楽しみにしてます。というわけでぜひぜひお申し込みください。お支払いはね当日お店の方でお支払いいただければと思います。まあ、どうしてもしょうがない場合もあるので、それ以外はねなるべくキャンセルがないようにお願いできたらと思っております。で、もう一つお知らせはですね、6月の30日私とくにえきちゃんの歌のイベントが広島で開催されます。普段ね私タレントとして MC のお仕事をさせてもらったり、あとはね歌手として活動してたりとか、モデルのお仕事なんかもあるんですけど、今回はそちらのね歌の方で皆さんにお会いできればと思っております。こちらもこのアドレスまでお名前と人数をね書いて送っていただけたら、チケットの取り置きができますので、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。めっちゃ楽しみですね。